12月18日、仲良し保育園に併設されている子育てサロンでクリスマス会が行われ、訪れた親子が季節のイベントを楽しみました。南伊勢町子育て支援センターと子育てサロンでは、施設を利用する親子に楽しんでもらおうと、様々なイベントを行っています。この日は船越から訪れたドレミパレットによる音楽の演奏会が用意され、クリスマスに関連した曲や子供たちが大好きな曲などが演奏されました。演奏が始まると子供たちは静かに聴き入っていたほか、音楽に合わせた振り付けのある曲ではお母さんと一緒に体や手でリズムを取り楽しんでいる様子でした。またタイミーをテーマに作られた歌も披露され、南伊勢町やタイミーのことを歌い込んだ楽しい歌詞と親しみやすい曲調を聞いて、会場には笑顔が広がっていました。最後にはサプライズとしてサンタクロースが姿を見せ、子どもたちにプレゼントを手渡し、サンタと一緒に記念写真を撮影し、にぎやかで楽しいクリスマス会となっていました。素敵なプレゼントももらってとても楽しかったです。ありがとうございました。ノリノリでした。ノリノリでした。はい、ありがとうございます。すごく楽しかったです。ありがとうございました。すごく楽しそうに踊ってました。クリスマス会では子育て支援センター、子育てサロンともたくさんの親子に参加していただき、ドレミパレットの演奏会やサンタクロースにプレゼントをもらい、いっぱい笑顔が見られ、私たちも嬉しかったです。1月、2月、3月も楽しいイベントを計画しています。普段の日もお気軽に遊びに来てください。外は寒いですが、温かい心でお待ちしております。